リラックスして、リラックスして、リラックスして、リラックスして。こうすることで、ディフェンスにとってですね。はい、こんにちは、中川です。今回はですね、パスをですね、ゴール下に届けるときに、一つ意識している大事なポイント、そしてつまずきがちなポイントということで、シェアしていきたいと思います。で、まあ、このようにゴール下に選手がいますと。で、普通にまあパスをしていくんですが、まあ、当然のように間にディフェンスがいるわけで、この状態でチェストパスをしたら、もう完全に私の胸にパスをしてしまうことになるので、角度を変えないといけません。で、ちょっと逆の立場になっていただいて、これでは通らないパスがやっぱりこういうふうにステップとボールハンドリングを組み合わせることで正確なパスが出せるようになっていきます。こちらじゃなくてこちらでも、まあ、状況によっては出すこともあるかもしれません。なのでやっぱりこの右手左手両方でステップと組み合わせてですねパスアングルを作るテクニックっていうのはとても大切になってきます。でそれをですねちょっと彼にやっていただくんですが、先ほどちょっとレッスンさせていただいて、ちょっと気づきをアドバイスさせていただいたので、それをあなたにもシェアしていきたいと思います。彼にですねちょっとパスアングルを作るためのステップワーク、これはちょっとやっていただいたんですが、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっとですねお分かりいただけましたでしょうか。ちょっと体に力みがあるんですね。で、力みがあるとやっぱり体がこわばってですねスムーズな動きというのが制限されてきます。で、彼にアドバイスしたのはちょっとじゃあ私が代わってお見せするんですが、こういうですねステップワーク、足を割ってアングルを作るムーブっていうのはよりまあ、リラックスですね、リラックスして行うことがとっても大切です。なので右手で右のアングルから出したい、あ、ダメならこう、ダメならこうっていう風にフットワークをですね軽くやるんですね。軽く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 でやっぱ出したら出すみたいな、腰から下の足さばきをですねリラックスして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 、こうすることでディフェンスにとってですね、掴みづらい動きというものになってきます。で、最初はちょっと慣れない動きかもしれないんですが、まあ、ダンスを踊るような感覚に近い、そういうリラックスすることでしっかり状態とか全体が弛緩してですね緩んだ状態で正しい視野でプレーもすることができますので、力みすぎずにリラックスしながら、こういったステップワークですね、ぜひ練習されてみてください。はい、今回はですね、パスを出す際のステップワーク、この、意識すべきポイントということでお伝えさせていただきました。で、これとはまた別のですね、実践的なワンワンムーブで相手を出し抜いていく際のドリブルテクニック、これは今4つほどですね、無料でプレゼントさせていただいております。で、このプレゼント動画がもう日本全国3万7000人以上の方にご覧いただきまして、試合でうまくいった、点を取ることができましたということで、大好評いただいております。で、そのプレゼントがこの動画の概要欄からですね、ゲットできるようになっておりますので、ぜひご登録いただいてあなたの大切なゲームでお役立てください。それでは今日もこの動画をご覧いただきましてありがとうございました。